シューラカントリー東。今日は全部は撮影できないんですけど、まあグリーン上以外は撮影できるかなっていうところで、はい、これです。ナイキの用事用、一応ドライバーなんだけど、だいぶちっちゃいですね。シャフトの方がいいのかな。これまたよく飛んだな。90ヤードぐらいね。さあこれですよ、削ったハイボールパワーアイアン50度、ロジャーの青を入れてあります。気をつけないと右すっぽ抜けそうだな。右がダメだ。全然柔らかさ感じない。ちょっと右出てたわ。危ない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 。いやー綺麗だね。これもしや私はオレンジシャフトの方が合う。青は合わない。違いがない気がするけど。ああ大丈夫だ。先っちょ当たってギア降下ドローでした。トップ。なんだこれ。さあ。抜けなかったね。まあでもまあまあ、さっきのティーショットトップはなんか打つ前にちょっと軌道、当たる軌道を鋭角にしようと思ってちょっと左体重目で打とうと思ったらトップしましたね。やっぱダメだね。なんかしちゃダメだ。
いけど打ち方がダメだね。集団胴フックちょん、これはできない。やれ、あ、終わっちゃったけど、まあいいや。よしよし、完成を生かし何もしない手前でよし、手前でよし、よし手前、どん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 軽くやりたいね。何かしてる。軽くコントロール。ちゃんとヘッドの動きを。お、あの左出ちゃったか。あ、でも曲がってないから。オッケー。あー、ライフ入るな。あー、ライフ入っちゃった。今は何で打っても。いろいろ感じ悪いよ。これ。ああ、やっぱやった。ああ、これ。なんで上から打とうとすると、あってチョロしちゃうんだろうな。これを体を活かせないでこうだ。ちょっと右か。方向が悪し。ラフまで行っちゃった。これ飛んだな。
130130止まったネソン。結構さっきホロだったんだね。やっぱアゲンストだもんな、ここ。後半はのんびりですね。前半の最後はアゲンストでちょっと距離出そうとしちゃったら大引っ掛けでしたね。まあまあだいぶ様子は掴んできた。ほろまあいいや。軽くよ。ダメな。こういうのを振らない。こうだ。全然電話だろうと思ったら行ってた距離は。よっしゃ。よかった。感じだったんだけどな。よし、ちょろしなくなってきた。あ、でも打ち上げ行ったら先か。ちょっと結果オーライ、超結果オーライ、最高の結果オーライだ。なんでだ、なんで体いっちゃうんだろうな。130、打ち出し左。なんだ。なんであんな上がんなかったんだ。60ヤード落ちてるんだ。これは厳しいな。
ちょっと右行ってよ。バンカーだなこれ。はい、バンカー。スライスせず。これはフォローだから。左肩から右肩。右出ちゃった。あーやめてー、やめてー。あーよかったよかったよかった。さあ出た。なんかスライス打ちたい。スライス打とうとすると大体チョロするからね。その反省を。165ヤード。まあ、スライスかかってね。スライスを。これだけ。あ、来た来た。ああ、これだよ。ああ。ああ。強いか。150アゲンスト。ちょっと音すんなよ。打ち出しよ。なんだこれ。どこだあれは。あ、大事。